どうです、日本企業世界平均イギリス並みの PBR の2倍の国になれるでしょ、日経平均その時は4万円です、日本企業の企業価値は倍増できる、その前提は ESG の価値を説明すること、だから僕は日本をですね ESG が救うと思ってるんですね、だからこの柳モデルや具体的事例にコミットしてます。熱い思いを語っていくって最後はね、前田さんヒューマンドラマだっておっしゃった通りで、嬉しくなっちゃいますよね。そこでね、危機としてね、うちの会社こうなんだよって言えるところが伝わって、まさに相関がいいんだけど、ただそれだけではなかなか海外の投資家は納得しづらいところあるので、例えば柳本のようなフレームワークや、まあサポーティブデータとして出すとですね、まあそれは理論と実践で腑に落ちていくわけですね。まあ導入企業増えてるという話もありましたけど、さらになんか増えそうな感じはあるんですか。おそらくハーバードビジネススクールと我々の知る限り、世界で初めて一企業の ESG が一企業の PBR 企業価値を高めることを重回帰分析で統計学的優位さを持って証明して詳細を開示した事例であるということになるのが、こちらのエーザイ株式会社のケーススタディでの回帰分析なんですね。まあ、今申し上げたように世界初っていうのはハーバードビジネススクールのジョージ・セラファイム教授から、まあ、これは支援いただいて、彼はそのように言っていてですね、ここからインパクト加重会計の共同研究に入ったんですけど、これを見てジョージはですねびっくりしたと、日本にこんなクレイジー CFO がいたのかとクレイジーって言われたんですか。クレイジー CFO って言われました。最高の褒め言葉ですね。褒め言葉と取りましたけどズーム越しにですけどね、これ見た時にすげえなと、一企業でこれやったやつはいないはずだと、少なくとも開示ベースでは見たことないと、ここまではですね、SAP より複雑ですし、でこれは何をやったかというと、会期式、これもまあみんな眠くなっちゃうかもしれないんですけど、PBR を非説明変数にして PBR を説明しましょうっていう式で、右側にあるのが説明変数で ESG が PBR にどう効いてくるのかってを見るんですが、 ROE って真ん中ありますけど、 ROE をコントロールしちゃうんですね。すなわち財務の影響をコントロールして、非財務がどう PBR に影響するのかっていうのを見ると、それから遅延浸透効果ってと申しまして、何年後にそれが効いてくるのかっていうのも同時に調べる式っていうのが一ひねりあるところ、これまさに長期とおっしゃってる部分ですよね。長期ですね。だから今日女性管理職増やしたら、はい、今日 PBR 上がりますか。I don't think so ですよね。そういう人がモチベーションを持って新しい提案して採択されて新昇進につながる、先輩の女性幹部を見て若手の女性社員が私も頑張ろうって、そういう循環で5年後10年後に遅れて企業価値を高めるんじゃないかっていう遅延浸透効果仮説を立証するために、まあ、マイナスT ってありますけど、時間軸を要はずらして調べていくんですね。まあ、その結果エーザイではこういった KPI が数年後に企業価値を高めているということが判明したんですね。まあ、人的資本の項目がデータのアベラビリティからも多いんですけどね、まあ、実際これやるのは極めて大変で、社内で88の ESG の KPI を選んで12年平均遡って PBR28 年分と可能な限り合わせていくわけです。まあ、アビムコンサルティングのデジタル ESG のシステムの協力はいただきましたけども、まず社内で ESG のデータ20年前10年前のなかなかないんですよ。そうですよね。これが大変。これはもう力技で最初はですね、そんな昔のね、あの女性管理職のデータなんかないよとかね、あるけどあんたには出したくないよとかね、やっぱり社内的にはいろいろあるじゃないですか。あるいはエクセルで綺麗になってなくて基準が昔と違うからこれ使えないとかね、それでベストオブザベストで集めて1088件集めたんですね。で、まあ、その結果もうちょっとシンプルに言ったのが次のスライドでですね、まあ、感濃度でざっくり言ってしまうと、エーザイにおいては人件費を1割増やすと5年後の PBR が 13.8% 上がる、はい、R&D を1割増やすと10年超で PBR が 8.2% 上がる、女性管理職1割増やすと7年後の PBR が 2.4 上がる、育児時短は9年後に企業価値高めるというようにですね、人的資本、知的資本、特に人的資本などが、まあ、5年から10年遅れて長期的に企業価値 PBR を高めているという性の相関を証明したというものなんですね。
まあ、企業価値のに影響するその ESG の KPI は前のページを拝見したらやっぱり人的資本関連が多いですね。これたまたまですか？もちろん88種類の中で人的資本関連の KPI が一番収集できたというのもあります。ただそれを除いてもですね、他社事例見ても人的資本が一番効いてますね。実はですね、正直に悪い話も言うとですね、逆言ってるケースもあるんですよ。これ仮説と逆だったら、例えばね、CO2 減らしたらPBR が上がると思うじゃないですか、はい、日本株全体ではそういう逆負の相関なんですけど、はい、エーザイは CO2 増やせば増やすほど PBR 上がる。これは間違いだったっていう声もありますけど、一つは製薬産業において CO2 エミッションのマテリアリティが低いんですよ。これサズビーのマテリアリティマップでもそうなんですけど、あんまりこのでっかい工場で大きいものを作るのと違うじゃないですか。ちっちゃなもので CO2 あんま出ないんで、だからエネルギー企業とかそのエアラインとかに比べるとそもそも CO2 をもくもく排出してる業界じゃないからってことですよね。マテリアリティって言いますけどね、産業によって重要度が違って CO2 の重要度って高くないんですね、はい、で創業度に引きずられてしまって、まあね、売れるから作れば作るほど売れるからってこう正比例しちゃったっていう人、うん、もう一つはですね、恥ずかしいんですけど、いかに私がね役員研修サボってたか、役員コンプライアンス研修の回数と PBR が逆いっちゃってだから役員研修やった方が気持ち上がるじゃないかと思うとですね、私がもうつまんねえなって寝てたのがバレちゃうっていうくらいに悪いんですけど、まあそれも解釈すると自社および業界でちょっとした不祥事とか、何らかのコンプライアンス事案が多い時に研修って増える傾向があるから、産業全体でですね、エーザイに限らず悪いニュースが流れて株価が全体で低迷している時にそういう研修増えるという傾向もあったのではないか、まあ、このように一つ一つ、まあ、因果を確認する必要はあります。ですので先ほどのですね、次のスライドのところが象徴的なんですけど、女性管理職などがですね企業価値高めるというのもありますけど、これによってブラックロック、ウェリントンなどですね、まあ、特に名指しで私の名前出していいからこれを支援するって声があってですね、実際世界の ESG ファンドからオーバーウェイトされてます。だから株主ポートフォリオ入れ替わります。短期の人が去って長期の人が買ってきたっていう確たる証拠を持っていますけども、まあ、金額や会社名は正式には紐付きで申し上げないですけど、名前を出してこれを支持すると、柳モデルを支持すると応援してくださってるのが、例えばボストンのウェリントンのジン・ハイズ CEO ですね。それから、今年退職しましたけども、ブラックロックのインパクト投資の責任者のエリック・ライス氏、まあ、彼らが名前を出して応援するっていうのを明記されてらっしゃいますし、国内でもですね、三菱 UFJ 信託の兵庫さんですとか、ニコアセットの中野さんですとか、野村アセットの小池 CEO だったりですね、あるいは東京海上アセットマネジメントの菊池さんだとかですね、まあ、名だたる ESG 投資家が名前を出してこの柳モデルを支持するって声を上げてくれています。一方でですね、学者や投資家の一部からこの柳モデルとこの数値の計算結果に対する、問題点の指摘批判っていうのもあります。で、まあ、皆さん容易に想像つくと思うんですけど、一つは統計学的な課題、弱点ですね、よく統計学者にも言われるんですけど、これでもサンプル数が少ない、同業他社比較がない、というところですね。それからもう AJ さん一社の中でのデータでしょって話ですね。だからサンプル数少ないし、武田さん、セラスさん、第一三共産と全く同じものを比較出してくれと、あるいは四半期ごとにやってくれと、コントロール変数を、もっと加えて複雑な重回帰分析にしてくれと、まあ、そういう批判がありますけど、まあ、サンプルが少ないというのが一番ですね。それから同業他社比較がない、それから根本的に皆さんおっしゃるのはこれは相関であって因果でないと、はい、まあ、いつものやつですね。あるいはこれですよね。だから逆に言うと、うん、その人件費をこれ増やすと、まあ、5年後の企業価値が向上します、それから研究開発投資を増やすとやっぱり企業価値増えますなんですけども、もっと言うと、まあ、企業価値が増えるような儲かってる会社だから
人件費増やせるんでしょとか、研究開発増やせるんでしょみたいなこと、うん、まあちょっとそういううがった見方というか、意地悪も言えるってことですね。ね、たまたまあっちゃって。まずサンプル数が少ないについては、うん、まあ特にアカデミシャンの批判なんですけど、はい、実務のリアリティで、はい、さっきもね、佐々木さんも田中さんも大変だよねとおっしゃったように、被災目のデータ10年、20年遡って取るの大変なんですよ。そのアカデミックな統計学者の指摘を満たすには40年ぐらい遡らないといけないですけど、普通の会社40年前の ESG データ同じ Excel ベースであるわけないじゃないですか。だからここはやっぱり象牙の塔とリアルワールドのね、戦場の人たちと の感覚の違いあるじゃないですか。それから同業他社もね、くれるわけないじゃないですか。これ全部インサイダー情報ですから、くれるわけじゃないですか。この辺はやっぱりね、アカデミックな見方と実務のリアリティの限界ってありますね。ただおっしゃるように一番重要なのは相関であって因果でないと、まあ、こういう批判はあります。それから、まあ、エーザイだけ特殊で他の日本企業には関係ないんじゃないかという指摘ですね。まあ、エーザイっていうちょっと変わった特殊な会社ですし、柳さんっていう奇人変人暇人の CFO がやってたから、これ異常だと、外れ値だという声も聞かれました。で、まあ、一つのバックアップとしては次のスライドなんですけど、日本企業全体でトピックス100、500でも同じ柳モデルを人件費、見解費は20年遡って効果情報で取れましたので、会議分析してみるとですね、やはり5年から10年遅れてこのオレンジ色のところですね、PBR を高めるという効果が出てます。まあ、一番強いところで言うと、トピックス100、500も人件費、見解費もですね、今、人件費見解費を1割増やすと7年後の PBR が 3% ぐらい上がるということが、これは PH 1% 未満で優位な結果というのが出てるんですね。ただこれも悪いことも正直に申し上げると、この水色のところあるじゃないですか、これ負の相関なんですよ。トピックス500になると正直 IR が十分でない会社もあるので、ショートタームイズムに負けちゃうんですよ。人件費見解増やすと費用増で利益圧迫売りってね、だからゼロ年度とかっていうのはすぐ負けちゃうんですよ。なので逆言ってるケースですね。ただトピックス100になると IR がしっかりしてるから、これ長期的な研究開発プロジェクトですとかちゃんと説明してるので、まあバリューニュートラルでいけてると。ただ全体としてはですね、日本企業にも柳モデルは当てはまる傾向があるというのを、まあ、この時の調査でもバックアップテストで確認し、その後アビムコンサルティングを通じてですね、KDDI、NEC、日清食品、JR 東、そしてまだ控え時ですけど朝日グループホールディングスが採択したと、柳モデル採択したということを明記されておられまして、水面下で控え時含めると数十社がすでに柳モデルを採択してましてですね、まあ、大体同じような共通項で、人的資本、特に人材の採用、リテンション、研修などが5年から10年遅れて企業価値を高めるという最大公約数も見えてきましたので、まあ、一定程度はですね、インプリケーションが日本企業にはあるんじゃないかと、一定の不備はあってもインプリケーションあるんじゃないかと思ってます。で、面白いのはですね、超一流の学者ですよ。ハーバードビジネススクールのジョージ・セラハイム教授は、まあ、常日頃からコミュニケーションしてますけど、柳本に対するそういう批判があると、まあ、統計学的にですね、サンプルが少ない、相関であって、因果でないとか、他の企業に当てはまるか。で、ジョージが言うにはですね、これはそうは言っても ESG を定量化する世界初の試み、仕組み、回帰分析であって、それをくじくような発言は慎むべきだと。そして統計的な不備があるのは学者として心得ているけども、これを実務に落とし込んで企業としてですね、実際使って開示をして投資家と対話をする中で、この繰り返しがやがて、これによって相関が因果になる、必要条件が十分条件になるっていうふうに彼は言って支援してくれてるんですね。まあ、それが知見の高い投資、長期投資家のコンセンサスでもあってですね、まあ、かなり最終的には織り込んでくれます。ただ短期のロングショートのヘッジファンドとかはあんまり興味ないとかっていう人も結構います。そうですよね。そうですよね。でもこれでも拝見するとやっぱり6年目7年目ぐらいから効果が現れてくるということ で、ね、よくそのやっぱり上場企業の経営陣の中でも、やっぱり ESG その理念としては美しいんだけど、やっぱこれ儲かるんかいなみたいな話どうしても出るんですよね最初。なのでこれまあ見るとまあそのね今日明日ないしは今期来期にその何か成果が出るものではないけれども、まあ長期の視点で見るとやっぱりじわじわこう浸透してくるっていうことですよね。
逆に言うと、まあ、日本の上場企業の多くって、うん、2期4年で社長コロコロ変わっちゃうじゃないですか。自分の任期の間で効果が出てこないってあるんで、だからやっぱりその、息の長いその取り組みでもあるし、で私は常にね、その、やっぱり2期4年でコロコロ交代するのって、やっぱりいかがなものかって思うわけですよね。で、やっぱりサステナビリティのお手本になるような、まあ、欧米の会社って割と長期政権ですよね。うん、そうですね。やっぱり10年とか普通にあるので、これをね、ここから得られる教訓というのは、やっぱり10年ぐらいのタームで腰を据えてやらないと、やっぱ本気に、慣れないっていうのもありますよね。いやそうですね。はい、まあね、あとね、手前味噌で恐縮ですけど、はい、まあ、エーザイ株式会社の場合は、はい、内藤 CEO がもう30数年、はい、ずっと CEO ですよね。絶対逃げないって、逃げないですよね。で、長期的な視野で人にも投資して、アルツハイマーにも投資してるわけです。もう30年の経営で見てますから。でないと、今回のレカネマブの成功っていうのはなかったと思うんですよね。いや、そうですね。そう考えると、味わい深いですよね。本当に、ね、あれはね。そういう意味ではね。だから私自身も、まあ、公言してるのはですね、柳モデルは、エーザイの企業理念、パーパスの証明であると。まあ、さっき言ったように、日常のプロジェクトもそうですけど、患者様貢献ありき、ESG ありきで今、先行投資を研究開発 人材にしますと。ただ、事後的長期的に結果として企業価値も高めますというのが理念って申し上げましたけど、その通りですよね。人材に、研究開発に今投資すると、5年後、10年後、その結果として経済的価値としての BBR 上がりますということを立証したので、まあ、CFO としての柳モデルは、パーパスの証明というふうにも思ってるんですね。柳モデルが一つの今、まあ、これあの、ね、ESG ジャーニーの途中なんですと、だからまだまだそれ突っ込もうといくらでも突っ込みどころありますよ、そりゃそうですよ、だって旅の途中なんですということで、今一定のその、フレームワークっていうのがこれできたじゃないですか、これその時のその内藤 CEO の反応っていかがだったんですか、宿題を出されたわけですけど、宿題を出されてですね、まあふわっとは分かってで初見でもですね、ただあの最初はやっぱり十分にはあの咀嚼していただけなかった面はあったと思うんですけども、ただやっぱりこう繰り返し CEO とあの対話させていただく、それから投資家の声、社外取締役の声が入ってくる、あるいは従業員のフィードバック入ってくる、まあそういった中で今はもう完全にご理解されて、柳モデル全面的に支援する、そして今は CFO 退任してアドバイザーの身ですけど、早稲田大学教授としてもですね、これをどんどん世に、あの広めてほしいと、それがエーザイのブランディングになるし、社員も私も士気が上がる、そのためのデータサンプルの提供は惜しみなくしていくっておっしゃってくれてるんですね。だからこうやってご紹介もできるんですけども、そういう意味でコミットメントがあります。だから CEO のコミットメントってとても重要ですよね。やっぱトーンアザトップですから、トップがこういうことに理解があって、ファイナンシャルリテラシーもあって腑に落ちて、まあ、アメリカのケロッグの MBA ですから、ファイナンス理論も分かってらっしゃって、資本コストも分かってらっしゃいます、 PBR の意味も分かってらっしゃる、それで腑に落ちて、それを定量化して、我々の企業価値は本源的なイントリンジックバリューって言ってますけど、もっと高いこういう位置にあるんだっていうのを証明していく、そこからインパクト加重会計で社員の価値や、今回レカネマブの価格設定においても社会貢献の価値なども計算してますのでですね、まあ、そういった意味合いっていうのは大きいと思いますね。うん、あのそういう意味で言うと、エーザイさんってだからもう元からその ESG、ある意味 ESG と ESG って言葉って2004年からね出てきてますけども、その ESG ドリブンなある意味会社だったっていうことですよね。もうおっしゃる通りで、はいはい、2005年にその定款にあのそんな一部入れるっていうのはちょっと見たことも聞いたこともないみたいな感じですよね。でもあの90年代初頭から CEO になった時から30数年前に同じ企業理念を社内で定めて全体に浸透してますから、実は ESG とかって出てきた時に、私はまあ海外投資家の議論とか、あるいは大学での研究もあって、それを社内でも持ち出したんですけど、最初の CEO のリアクション面白くて、両辺ね、あの ESG とか CSR とか SDGs とかなんとか言ってるけど関係ねえな、俺らも30年前からずっとやってんじゃんと今更何言ってんだって感じだよなっていうのが最初のリアクションで本音です。ただ説明がしやすいので今それを取り込んで ESG とかインパクトとか SDGs っていうことを社内資料でも織り込むようになってますけど、ファーストリアクションはですね、こんなの俺ら30年間前からやってるから関係ねえよな、当たり前じゃんっていうくらいですね。ただそれがやっぱ重要かなと思いますね。あとは
あの投資家の声もね、さっき申し上げたんですけど、はい、批判も推奨も、はい、従業員が大きいんですよ。あ、そこはちょっと興味深かったんですけど、ね、従業員ね、はいはい、これをシェアしていくわけです、柳モデルをね。先ほどのね、1個戻っていただくと、はい、あの例えば従業員さんの人材投資は5年後に価値を生むんだと、女性管理職が7年後に価値を生むんだっていうエビデンスがあるわけですよね。もちろん相関と因果を結びつける具体的な開示やプロジェクトってあるんですけど、あの CFO 時代にですね、決算労使協議会ってあるんですよ。で、四半期ごとに CFO が組合の委員長、書記長、幹部の皆さんに決算説明しますよね。まあ、いろんな会社でやってると思うんですけど、で、BSPL キャッシュフローを説明するじゃないですか。その後で私の場合は、時間を30分延長させていただきます。そこで、非財務の説明させてくださいって言って、これをやるんです。これとインパクト会計をやるんです。で、これを労働組合の幹部の方々に説明するんですね。今は女性の委員長なんですけど、そしたらですね、事後お礼のお手紙をいただいてびっくりしたと。 CFO、 自分の会社の CFO 自らが自分の会社のデータ数値を使って、私たち社員がお給料もらって一生懸命働いていることが5年後に PBR 企業価値高めるという証拠を統計学的な有算を持って示してくれた。あるいは私も女性の委員長ですけど、ダイバーシティが価値を生むことを、7年後に企業価値高めることを証拠を持って示してくれた。これはユニオンとしてもものすごくモチベーションが上がるので、メンバーに知らしめたいって言ってですね、広めてくださってるんですね。さらにそれにとどまらず、彼女はですね、あの薬商連合ってこの国にありまして、化粧品と製薬の労働組合の連合会があるんですね。連合の化粧品、医薬品バージョン、そこでこれを提案してですね、あの私をこの春招待してくれてですね、その連合でもこの柳モデルのプレゼンテーションをしたところ、製薬会社、化粧品会社各社の組合の委員長、書記長の皆さんが非常に喜んでおられてですね、やっぱり従業員として非常にモチベーション湧きますと。我々そのウィンルーズでね、労使交渉するんじゃなくて、人件費は費用じゃなくて価値なんだ、サンクコストじゃなくてバリュークリエーションなんだっていう証拠を得てですね、ウィンウィンで我々はモチベーションを高めていけるっておっしゃったのが非常に嬉しかったですね。なんか普通そのそれこそ労使交渉っていうか、労使の間のコミュニケーションで、例えばね、今期は会社が好決算だ、利益が出たから、そのボーナスが増えますみたいな話っていうのは、もちろんうれしいっていうか、モチベーション上がるっていうのは分かるんですけども、例えばこれ PBR が何パーセント上がりますって言われても、なんかピンとこないのが普通なんじゃないかなとか思うんですけども、まあ、そこら辺柳さんがね、当然上手に説明されたんだと思うんですけども、やっぱりそれですごく従業員刺さるんですね。やっぱり喜んでくださったのが、まあ、投資家に褒められた以上に嬉しかったですね。なんとなくね、ユニオンにプレゼンするのって少し緊張感もあって、昔ながらのね、若干このね、ウィンルーズじゃないですけど、綱の引っ張り合いみたいなところもあるじゃないですか。利益出たら、ね、もうちょっとボーナス上げてくれ、いやいやいや、まだまだ投資だから上げられないみたいなのを、まあ、人事と組合ってやるわけですけども、やっぱりこれで同じ船に乗ってウィンウィンで、しかも長期主義で5年10年で企業価値高めていくという証拠があるんで、まあ、非常に我々はね、コストじゃなくて投資なんだと、バリュークリエーションなんだって意識が持てるっていうふうに思ってくださったのが良かったですね。まあ、導入企業増えてるという話もありましたけど、さらになんか増えそうな感じはあるんですか？そうですね、今もお問い合わせいただいて複数社で計算してましてですね、まあ、必ずしもね、さっき言ったように全てがいい結果じゃなくても、それを咀嚼してだからこうなんだとか、あるいは他社でこういういい結果出てるのにうちは出てないってことは何か問題があるんじゃないかとかっていう、まあ、経営のフィードバックにも生かしていただいたりですね、例えば PBR 一番我々の会社っていうのはいい結果が出づらいわけですよ。だけど PBR 一番以上のグループで出ている共通項として、やっぱ本来は例えば女性管理職とか人件費がもっと PBR を高めるべきなのに、うちってそれが反映されてないっていうことが出ましたと。だから残念な結果だったけども、やはり人事改革、女性管理職比率の目標とか研修とか育児時短制度などのサポートとか、もう一回見直してあの経営戦略に生かさなきゃいけないんじゃないかっていう議論も、まあ、CEO や CFO とも、あるいは CHRO とも議論できているので、まあ、少しずつですけど前向きなあのフィードバックをいただいてますね。あらゆる企業はやりなさいみたいな感じで、そうですね、指導はできないもんなんですよ。はい、結構ですね、その何でしょう、サステナビリティに関しての割とこうお手本とされるような会社がやっぱり
これいち早く導入されてますよね、うん、日清食品さんとかもそうですし、そうですね、はい、ちょっと前に戻っていただいてもいいですか、はい、これ先ほどの人的資本に関連するその ESG、まあ、課題って言ったんですかね、うん、ESG 施策の KPI がまあ比較的今多いんですけれども、例えばその何でしょうね、今話題にもなってますけども、それこそリスキリングとかアップスキリングとか、それからまあ DX 人材を作らないととか、GX ですね、グリーントラスグリーントラスフォーメーション人材をまあ育てないといけないとかってありますけれども、そういった結構なんでしょうね、割と KPI にしにくいかなっていうのもあると思うんですけども、そのあたりってエーザイさんも当然そういう課題ってお持ちだったと思うんですけども、そのあたりってどんなふうにされていらっしゃったんですか。そうですね、はい、KPI っていう点ではですね、はいはい、難しくてないとかあるけれども、うん、統計的に整備されてないとか、ちょっと今取れないっていうのもありますよね。例えば、うん、先ほど来申し上げているような、はい、エーザイのパーパス、企業理念、はい、これ重要じゃないですか、はい、一番大事ですよね、うん、これをどうやって KPI にしてこれ測るのだと、うん、ですので私たちは HHC ヒューマンヘルスケアと言ってる先ほど来の定価に入れた企業理念を大切にしてますから、これと PBR の関係を一番証明したかったんですよ。そうですね。で HHC サーベイという従業員アンケート調査でいかに理念が浸透してるのかっていうのは専門部署がやってるんですけれども、そこと議論してデータを見ると遡って十分取れなかったり、質問が毎年変わっていて時系列で比較する点数付けができなかったりして、この柳モデルの回帰分析には直接できなかった、統計学的な優位差は出なかったんですね。ただ近年はかなり質問上もユニバースも揃ってますから、これもうちょっと数年積み上げれば、企業理念の浸透度あるいは従業員エンゲージメントサーベイと PBR の関係などを証明するといいと思うんですね。今いろんなソフトウェアでウィーボックさんはじめですね、従業員のエンゲージメントスコアって流行ってますよね、はい、でみんなネットで社員の方パコパコってやって自動集計で人事部に来て90点80点この部署高い低いとかって見てるじゃないですか。あれまあどの程度真剣に考えてやってるかとか質問がシンプルすぎないかとか、ツッコミどころありますけど、例えばああいったものを時系列で蓄積できればこの回帰分析で従業員エンゲージメントスコアが5年後に企業価値を高めるっていうのはできていくと思いますし、ドイツの SAP の従業員エンゲージメントスコアがさっき言った営業利益高めるみたいな分析もできてくると思うんですね。まあ、リスキリングとか能力っていうのは非常に難しいですけど、まあ、某メガバンクさんなんかは全社員の中で証券アナリスト何人、税理士何人、弁護士何人、不動産鑑定士何名、宅建取得者何名、トイック900以上何名、IT パスポートみたいなのありますよね、出してるじゃないですか。それは一つのスキルのスコアでもなるし、それが増えてる減ってるか、ただそれを十分生かしきれてないから PBR 一番悪いになってしまってるという問題点もありますから、1位ではないんですけど、そういった工夫っていうのは皆さんご努力はされてるっていうところはあろうかと思うんですけど、難しいところですよね。そうですよね、まあ、すごい、まあ、今後の課題になるのかもしれませんね。だからもうちょっとね、泥臭い一個一個のストーリーかもしれないですね。因果のところもそうだし、まあ、ヒューマンドラマっておっしゃったよね、ファイナンスは結局さっきの組合の委員長がこの柳モデル見て感動しました、ありがとうみたいなヒューマンドラマの方が、ね、とっても ね、 一人歩きする数字より重要じゃないですか、はい、そうなんですよ、はい、でそういう思いみたいなのを共有して蓄積していけるか、はい、あるいは女性管理職の登用がね、7年後価値を生むったってそれ相関で因果じゃないですよって言われるじゃないですか、うん、だからエーザイでは ESG 説明会で女性の役員、女性の部長に登壇してもらって、うん、マイクロフォン持って100人200人の投資家アナリストにね、どんな苦労して自分のキャリア作ってきて、どんなサポートを会社から得られて、どんなきっかけで、上を目指そうと思って、どんな成果を上げたかって語ってもらって Q&A をやるんですよ。そういう、なんていうんですかね、意気承認みたいな方にエンゲージメントに加わってもらうっていうのも大事だと思うんですね。リアルワールドで相関が因果になるには、そういうエグザンプル、意気承認の人の証言だったり、従業員の生の声だったり、それから投資家との実のある面談の数、エーザイ株式会社ではおおむね年間800件ぐらい面談してるんですよ。それで徹底
底的にこれやりますから、特に3そのうちの3割ぐらいはもうほとんど ESG 中心のミーティングですから、それでこの話を議論して具体例でどんな人がいてどんなプログラムで、女性の登用や研修やってるっていうのを議論する中で、ジョージ・セラファイムが言うような相関がやがて因果になるっていうところにつながってくると思うんですよ。だから計算しておしまい、美しい統合報告書ウェブ出しておしまいっていう会社が多い傾向だと思うんですね。みんな忙しいから。ただそれを膝つき合わせて800件できれば1000件近く話をして、世界の投資家に認めてもらってバリエーションがやっと上がってくるっていう世界なんですよね。まあ、田中さんご存知の通り、この世界の資本市場の懐の深さ、我々普通の日本企業がこんにちはって野村アセット、ニセアセット、ね、日本生命とお会いしてるのはほんの氷山の一角に過ぎないわけですよ。だからこっちから仕掛けていって待ってるだけじゃなくて、年間800件から1000件面談して膝つき合わせてこれ話して具体例も話して、場合によっては女性幹部も呼んできて同席させて話させて、そこでやっとこの相関が因果になるっていうふうにつながってくると思いますね。まあ、一つ一つのそういう意味で言うと、そのミーティングの積み重ねがまあ一つのナラティブになるっていうような感じなんですかね。そうですね、それ一番重要ですね。面白いんですけど、2018年ぐらいコロナ前ですけど、まだ CFO だったんですけど、一人でね、単身ロンドンのフェデレッテッドハーミーズ、まあ、昔から言うハーミーズっていう有名なガバナンスファンドありますよね、ロンドンに。そこに一人で乗り込んでったんですよ。ミーティング5時間疲れるだろう。5時間トイレも何回も行かない一人で5時間そうそうそう、休憩取りながらね。で、向こうは3チームに分けて、マネジメントチームと ESG チームとエンゲージメントチームで10人ずつ30人に延べ、向こうはずるいんですよ、3回に分けるから1人1時間半ですけど、こっちは1人で5時間ですよ。でもそういう意味では向こうも知りたがりさんなんですね。すっこれですよ、徹底的なモデルの根拠からその前提となったアカデミック論文まで読んできてるし、足元の数字やプレスリリースはお互い勉強済みっていう前提だから、一切数字の話なんかしないです。もう最初から ESG 柳モデル、確かに論文の根拠、データの根拠、他社事例、そして社内のさっき言ったような具体的なストーリーですとか、まあ、まさにヒューマンドラマ的なね、アイコンとなる女性のキャリアパスとかですね、研修制度とか、それを徹底的に繰り返す中で腑に落ちていただけるんですね。まあ、それが最長記録ですね。確かにそのサステナビリティのまあ先進企業の一つだと思いますけど、ユニリーバーさんあるじゃないですか。すごいですね。この IR の時、あれですね、確か IR の説明会の時ですかね。で、入れ替わり立ち替わり幹部の人がこうプレゼンするんですよね。で、ユニリーバーのその入れ替わり立ち替わりプレゼンする人たちがみんなね、目をキラッキラとさせて楽しそうに話してるんですよね。なんかあれすごくインパクトありますよね。あれ見てたけど、この会社エンゲージメント高いんだろうなとか、なんか誇りを持って仕事してるんだろうなとか、なんかありますよね。そうですね。だから人的資本って確かにこういったデータ、エビデンスを示すっていうのはまあもちろん大事だし、ないよりあった方が絶対にいいんですけども、究極なんかそういった部分の方が大きいかなっていうね。そうですね。はい、そこはね、ナラティブストーリーで語るっていう。ナラティブですよね。はいはい、そういう思いだったり、みんなやっぱりパーパスに導かれて、思いを持って働いておられるじゃないですか、CEO はじめ。それをね、まあ、こういう数値回帰分析も理論も助けになるので、もちろんそれも加えながら熱い思いを語っていくって、ね、ね、最後はね、はい、前田さんはヒューマンドラマだっておっしゃった通りで、嬉しくなっちゃいますよね。そこで、ね、危機としてね、はい、うちの会社こうなんだよって言えるところが伝わって、はい、まさに相関が因果になる。ただそれだけでは、はい、なかなか海外の投資家は納得しづらいところあるので、例えば柳本のようなフレームワークや回帰分析による実証を、まあ、サポーティブデータとして出すとですね、まあ、それは理論と実践で腑に落ちていくわけですね。あるいはインパクト会計や、まあ、バリューバランシングアライアンスのやってるようなものでもいいと思うんですけども、まあ、それ以上に、まあ、柳モデルの PBR との相関などでダイレクトに企業価値の説明能力は高いと言われてます。それはまあジョージも言ってるので、ただ複雑なのですぐ単純にはできないので、インパクト回収会計の方がシンプルにできるところが優れてるっていうふうには、まあ、ハーバードも言ってるわけですけど、まあ、ただそのバランスでですね、両方取り入れたらいいって言ってると思うんですよね。それからやっぱりその先ほどね、目を輝かせてってありましたけど、それ幹部だけじゃなくて社員もね、だからさっきの組合もそうなんですけど、パーパスの浸透度、
これが重要だと思うんですよ、はい、従業員への。で先ほどのジョージ・セラファイムの論文でもですね、アメリカ企業においてパーパスが CEO のメッセージとして社員に伝わっている会社ほど PBR も ROE も高いという論文もあるんですね。だから社員にパーパスがいかに浸透しているか、まあ、KPI どうですかって言われてエンゲージメントスコアかな難しいですねって話したんですけど、エーザイの場合はですね、先ほどの患者様第一主義の HHC という理念を世界中の1万人の従業員が必ず 1% の時間を使って体得しなきゃいけないというルールがあるんです。だから日本人もインド人もアメリカ人も中国人も年の 1% だいたい2営業日パーパスに使うんです。でパーパスって何か、患者様第一主義、従って2営業日患者さんと一緒に過ごすんですよ。私のようなファイナンスの人間もで老人ホーム行って認知症の患者さんとか、小児がん病棟に行って小児がんの子どもたちとか、あるいは、障害をお持ちの方の施設とか、そういったところへ行くんですね。そして2日間通いでお話しして、一緒、医者じゃないから治せないですよ、一緒におやつ食べてテレビ見てトランプしてお絵描きして、それだけでもですね感じるとこあるでしょう。あ、情は移りますよね。そしてこんなに苦しいんだ、こんなに辛いんだ、あるいはご家族も見えてこんなにご家族も心配して世話焼いて大変なんだ、看護師さんも大変なんだって、リアルワールドの世界を肌感覚で分かるじゃないですか。あるいはこんなことやったら嬉しいんだ、喜んでくださるんだって、それを持ち帰ってチームごとなんですけどレポート書いて発表して、まあ、最後12月に、ね、世界大会で CEO にプレゼンしてっていうのを毎年やってるんですね。そういう理念の浸透をリアルワールドでできるかってことなんですよ。でそこから生まれた新商品もあって、アリソポトっていう前の世代の認知症薬は錠剤で米粒みたいにちっちゃいから簡単にお年寄りも飲めると思ってたんですよ。でもそれはメーカーのエゴで、それを見に行った社員がですね、嚥下困難のおばあさんを見てそれでもうえーってなっちゃう、看護師さんたちが水持ってきて大変だった、そのフィードバックを研究開発部門に行って出たのがアリセプトのゼリー錠、ゼリーでつるんと飲める。あるいはイギリスの CFO も日本に来て 小児がんの施設回ったりしてますし、日本人も行きますけど、まあ、あの子どもさんでがんをお持ちだったらしたら本当に大変ですよね。で一緒に遊んでお絵描きして、お兄さんお姉さんの似顔絵描いてくる、翌年そこに行くとその子はいないんですよ。看護師さんがなんとかちゃん残してあなたの絵ですって似顔絵くれるんです。そういったエピソードも過去はあったわけですね。どう思います？それを研究開発部門や管理部門にフィードバックいきますよね。研究開発部門だって一刻も早く抗がん剤開発しよう、なんとかちゃんみたいな子をね一人でも救わなきゃっていうふうに思うし、ファイナンス部門だって少しでも無理してでも抗がん剤に資金をアロケートしようっていうふうに動きますよね。まあ、そういったあのパーパスの浸透度って悲壮的な KPI とかボックスティッキング的なものじゃなくて、リアルワールドで血となり肉となるものをどう社員に浸透して、それはマネジメントはどのようにサポートしていくのかっていうことが本当の意味では重要だと思います。だからまさにヒューマンドラマですよね。そうなんですよ。あの課題の最前線を直に見に行くのが一応そのパーパスを実現するその心に火をつけるんですよね。まあ、ちょっと下手な話をすると、まあ、その課題の最前線が、まあ、お金を生む場面でもあるじゃないですか。そうですね、大事な売り上げを作るバックスもありますよね。そうですね。やっぱり MR の人たちだって一生懸命それで動くし ね、あのファイナンスだってそれで動くし、研究開発だってそれでね一生懸命研究するし、そういった部分っていうのが大事ですよね。だからまあ、柳モデルとその回帰分析っていう、うん、あの定量的な証拠は、それ以上に重要な定性的なヒューマンタッチの部分でのリアルワールドエクスペリエンスとか、ピープルの思いとかモチベーションものと有機的に結びついて初めて価値を生んで、それを説明をしっかりすることで相関が因果になるっていうことだと思うんですよね。そして PBR が上がっていくと、エーザイはあの連結決算始めて PBR 取り始めてからは PBR1 倍割れって1回もなくて、常に2倍3倍レベルで動いているのはそういったところにも起因すると思いますし、最初 YDK って申し上げましたけども、日本企業は潜在的な ESG の価値、人的資本の価値って大きいと思うんですよ。高前な理念、勤勉な労働者ね。だからその ESG の価値、人的資本の価値を今日の議論のような定性的定量的証拠で説明して伝えることができれば、相関が因果になり
どうです、日本企業世界平均イギリス並みの PBR の2倍の国になれるでしょう。日経平均その時は4万円です。日本企業の企業価値は倍増できる。僕は令和の時代に針が変わる時にテレビ出演して、令和の時代に日経平均4万円になるってフリップに書いて少し笑われたんですけど、スタジオでは。でもその前提は PBR2 倍、世界平均の国になる。その前提は ESG の価値を説明すること。だから僕は日本をですね、 ESG が救うと思ってるんですね。だからこの柳モデルや具体的事例にコミットしてますし、エザイの社員や組合の人たちにはですね、みんなドン引きなんですけど、ESG って何の価値、略だか分かってる、そうです、エザイすごい頑張ってるじゃん。みんなドン引きなんですけど、まあ、モチベーション上げていきましょうという感じですよね。まあ、でも多くの日本企業さんが過小評価されてるから、こういった PBR の国際比較になってると思うので、まあ、見えない価値を見える化することで企業価値を高めていただきたいと思いますし、その背景には ESG 経営というのはもちろんですけども、一定のファイナンス理論というバックボーンがあってね、それで支えて説明責任を果たしていけるわけですから、 ESG とファイナンスはやっぱり車の両輪でですね、有機的に結びつける必要があると思いますね。はい、分かりました。最後大喜利みたいな感じで、そうですね、大喜利出しみたいになりましたけど、すみません、今日のね、今日の話をきっかけに、はい、より深く学びたい方はこちらの本もおすすめですかね。はい、ぜひぜひ、はい、どうぞ手前味噌でございますけど、ぜひということで、はい、おすすめ、こちらおすすめでございます、はい、ありがとうございます。で今回ちょっと特別に10冊プレゼントしてくださると、もちろんです、ということで柳さんの再利用10冊視聴者の皆さんにプレゼントしますので、ぜひちょっと応募フォームの方にですね、皆さん の情報を記していただければと思います。ありがとうございます。はい、ということで、これを勉強したらかなりいい CFO になりますよね。必ずなります、ね。ぜひ。ということで、ありがとうございました。います。はい、田中さん、最後総括をお願いします。そうなんですよ。UBS の、ね、重なってはいないんですけれども、はい、大先輩ということで、今日は柳モデルの開発された柳さんから直接、はい、お話を伺うことができて、面白かったです。私自身本当に今日は楽しかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。柳モデルをさらに有名に、そうですね。ぜひ、本気の PBR を上げていこうと。ぜひ信者を増やしていただきたい。そうですね。そうですね。PBR 上がるように。普及活動ですね。普及活動して、PBR 上がるように。はい、行きましょう。行きましょう。本日はありがとうございました。ありがとうございました。